時間からの影。ラブクラフト。前回の続きからです。それでもそのような儚い暗示の一つ二つは、奇妙かつ不愉快にも私に影響を与えた。それらは私が夢見た、あるいは読んだ、しかしもはや思い出すことができない何かと、曲がりなりにも恐るべき符号を示しているようだったのだ。それらには恐怖の疑似親近感が私をして北から北東に広がる忌まわしい不毛の大地に向かってこっそりおぞおぞと目配せさせる何かがあった。7月初旬ごろ、私の中に北東に広がる領域一般へのさまざまな上等の混合物が高じてきた。恐怖があり、また好奇心が、いやそれにも増して記憶を思わせる当惑するような持続性の幻があったのだ。私はこういった感じを頭の中から追放すべく、あらゆる種類の心理学的応急処置を試みたが、ことごとく不思議に終わった。不眠もまた私を支配一つあったが、しかし夢を見る時間の短縮を結果したため、私はこれをほとんど歓迎しそうだったのだ。深夜における砂漠の中の長い孤独な散歩が習いとなった。常に北ないし北東に新たなる不可思議な衝動の創形によって我知らず引っ張られていくらしい方角へと向けて、こういった散歩の中で時折私は古代の石造り建築のほとんど埋もれた欠片に足をつまずかせたものだった。発掘を開始した地点よりもこちらの方が目に見える石材は少なかったにもかかわらず、私は地下に膨大な量が眠っているはずだと確信していた。ここは我々の野営地よりも起伏があり、すべてを支配する強風が時の間に間に幻想的で一時的な砂の硬化を積み上げ、低いところにある古き石材の跡を露出させ、他の跡を隠していった。奇妙なことに、私は発掘作業がこの領域にまで広がってほしいと願っていた。同時に何が見出されるのか恐れてもいたのだ。明らかに私はかなり悪い状態に落ち込んでいきつつあった。それを説明できなかっただけになお悪かった。我が哀れなる神経の健康状態については、ある日夜ごとの散策中に起こした奇妙な発見に対する反応によって示しうる。それは7月11日の夜のことで、月が神秘的な光華を不思議な蒼白に染めていた。通常の範囲よりいささか遠くにさまよい出た私は、これまで見かけたことがあるものとは顕著に異なって見える巨石に出くわした。それはほとんど隠れていたが、私は立ち止まり、手で砂を払い、月光で足りない部分は懐中電灯で補いながら、その物体を注意深く研究した。他の大岩と異なり、これは完璧な方形に切り出され、凸型の面も大型の面もなかった。それはまた黒い玄武岩用の物質からできているようで、今や見慣れた花崗岩や砂岩、時折コンクリートからなる破片とは似ても似つかなかったのだ。突如として私は立ち上がり、振り向き、全速力で野営地までかけた。全くもって無意識かつ無分別な逃走であり、自分の伝土のそばまで来た時、やっと駆け出した理由が分かった。その時思いついたのだ。奇妙な黒石は夢に見、
読んだことのあるもので、悠久の昔の伝説にある究極の恐怖と結びつけられていた。それは架空の大いなる種族が恐れをなした太古の玄武岩の石材の一つ、かの薄気味悪く異様な反物質的存在、地球の底の深淵のうちに腐乱した存在、その風のごとき不可視の力に対し、落としとか封鎖され、不審板が置かれたところの者どもが残した背が高く窓のない廃墟の一部だったのだ。私は一晩中目覚めていたが、明け方になって、たかが神話の影にうろたえるとはなんと愚かだったかを理解した。戦慄に陥る代わりに発見者の熱狂を持つべきだったのだ。翌日の昼前、私は自分の発見をダイヤ、フリーボーン、ボイル、息子に告げ、破格の石材を見つけるべく出発した。しかしながら我々は失敗に直面することとなった。私には石の正確なありかについてはっきりした考えがなく、後から吹いた風のために流砂の高架の影がすっかり変わってしまっていた。第6章。さて私は自分の物語の中で決定的かつ最も困難な部分に立ち至った。その真実性に完全には自信が持てないだけになおさらだ。時には自分が夢を見ているのでも幻覚を見ているのでもないという不愉快なほどに確かな感覚があり、まさにこの感じが自らの経験が覆すであろう驚くべき結論から見て、この記録の続行を駆り立てるのだ。私が語るべきことについては、必ずや息子、熟練した心理学者であり、私の症例全体にわたる最も完全かつ共感的な知識の持ち主が、まず第一の審判となることであろう。はじめに事件の外見的なあらましを述べさせてもらおう。野営地にいた人々が知っている形で、7月17日から18日にかけての夜、それは風の強い日で、私は早々引き上げたもののなかなか寝つけなかった。11時になる少し前に起き出し、例によって北東の地についての異様な感じに苛まれ、いつもの夜の散歩に出かけた。管理区域を出るときに顔を合わせて挨拶した相手は一人、タッパーという名のオーストラリア人交付だけだった。雲一つない空に若干満月を過ぎた白月がさえ渡り、太古の砂の上に無限の邪悪を思わせる雷鳴めいた輝きを浴びさせていた。すっかり収まった風はこの5時間近く吹いておらず、それはタッパーほか私が青ざめ謎を潜めた高架を北東に向け早足で渡っていったのを見かけた人々が十分に証言してくれている。午前3時半、突風が巻き起こって野営地の全員を目覚めさせ、3割のテントを潰した。空に雲はなく、砂漠は雷鳴めいた月光になおも輝いていた。一行がテントの様子を確かめに回った際、私の不在が発覚したが、これまでの散歩の例があったので、このような状況を危ぶむ者はいなかった。